ハニーワークスプレミアムライブ、こんにちは、セグです。さあ本日はですね、ハニプネの動画ちょっと久々に撮っていきたいと思います。でね、今ね、みんな知ってんのかな、わかんないけど、ハニプネやってる人なら知ってると思うんだけど、今回ねセナガチャが来てるんで引きますよ。今回は俺はね、セナガチャの時はね、毎回ね、あの石が溜まってなくてもなんとか集めて引こうとするんで、今回ねセナちゃん引いていきたいと思います。とりあえず画面いく。これよ、これやばくない？今回髪の毛ね、上上がってんのよ。そう、今回ね、オールバックセナちゃん、オールバックではないけど、オールバックセナちゃんをね狙ってね頑張っていきたいと思います。でね、今回ねなんと星5なんですよね。全然出ないんだよね、星5って。確率めちゃめちゃ低いから星5ね、なかなか出ないんだけど、まあこうやってね星4のキャラクターとかも新しく出てきてはいるんだけど、やっぱりね正月のハッピーニューイヤーセナちゃんということで、おセナちゃん狙いで引いていきたいと思います。もう俺さ、何回セナちゃんって言うんだろうね、動画で。ぜひみんな数えてほしいわ、本当に。俺がさ、何回セナちゃんってさ、この動画で言うのか、ぜひね、ちょっとコメント欄で教えてほしい。俺がね、何回セナちゃんって言ったか、ちょっとね、数えてほしいのよ。まあ、受験勉強よりもちょっと集中してみんな見てて。さあ、やっていこうか、とりあえず。あ、なんかね、コメント欄じゃないや、ツイッターでね、ちょっとね、一連ガチャで出してください、みたいな。一連ガチャでセナちゃん出してくださいって言われたんで、今回、この無料ガチャの一連ガチャ、毎日4時にリセットやっていきたいと思います。いくよ。はい。来るよ。いや今回はマジでね、欲しい、やっぱセナちゃんなんで欲しい。前はねモナちゃんだったんだけど、モナちゃんでも欲しいだったんだけど、来るか俺なら。え、予想していい？みなとくんだと、ちょっとミサクリ、引いていきたいと思います。一気にテンション下がんじゃん俺。さっきまでめちゃめちゃさ元気だったのに急にテンション下がんじゃん。いや今回ね石あんまり貯めれなかったから50連ぐらいしかできないんだよね。まあ動画としては結構ちょうどいいのかもしれないんだけど、引いていこうか。とりあえず行くよ。セナちゃん以外何も狙ってません。まあ1連ガチャずつしてったらね、もう300時間ぐらい動画長くなるんで、かかっちゃうんで、今回ねもう10連ガチャでいきたいと思います。もう単発ガチャをやったからね単発ガチャで引こうとも思ったんだけど、何くま丸が何って言った今。くま丸がどいてチャーハン作ってみたこと言った今。くま丸チャーハン作ってみたいな。いくよ。はい。準備やべえ。最初はちょっと見ていこうかな。動画的なもん。まだちゃん来たね。あ、今んとこいい感じじゃない ?3 が立てつくに来てて、あ、いいね。待って。5人来てさ、3人がさ、風魔くん。3人が風魔くんじゃねえや。3人がさ、星4って。星4じゃない。星3って珍しいよね。小雪くんね、はいはい、とりあえず前回出たよね小雪くん。んで来て、まあいい感じではない。あー、なんかサッカーしてる子来たね。とりあえず来る。はい。ああ、まあ最初はねこんなもんですよね。まあせっかく出たキャラも全員宝石になるんだけどね。さあ20連目行こうか。いやマジで来てほしい。これスキップしてた方がいいかな。動画的にはやっぱりスキップしない方がいいのかもしれないんだけど、いや、スキップするわ。待って、いいよ、いいよ。このね、銅像が来た時ね、結構ね、熱いんですよ。まあまあ熱いんですよ。なんで、このまま、行ってほしい。突き進んでほしい。待って、やば、どっち、待って。あんまり見てなかったらどっちかわかんない。これでも、星5だよね。待って、え、来たんだけど。ねえ、ちょっと待って。やばい、待って。ちょっと頭の整理が。頭のネギがちょっと待って、ぶっ飛んだ。頭のネギがぶっ飛んだんだけど、ちょっと待って。やばい。どうしよう類。やばい。セナちゃん来たんだけど、オールバックセナカちゃん、セナカちゃん静香ちゃんみたいな。やばじか。やばい。めっちゃテンション上がってる。やばい。嬉しい。なんかめっちゃ喜んでるけど、俺もめっちゃ嬉しい。やばいぞこれ。これは待って、まだ来る。あ、誰って音楽流れてる。今回のキャラクターじゃん。待って、今回の。瀬戸口優君来た。今回のやつだよね。おみくじ引いてる。中からなんかポッキー出そうとしてるけど。やばい。めっちゃ嬉しい。待って。やばいんだけど。
もうカビ引きしたんだけど、めちゃめちゃそのまま見ていく。とりあえずまあまあさすがにこれでは来ないはずなんだけど、え、やばい。あ、これ動画終わる？動画終わります？どうしよう、来ちゃったんだけどみんな。え、どうしよう、どうしよう、褒められちゃった。うん、褒めてはないけど、出てくれてありがとう。やばい、ちょっと待って、すいません、今回動画終わりです。ありがとうございましたありがとうございました。せなちゃん最後何回言ったか皆さんコメントに書いてください。いや本当にご視聴いただきありがとうございました。俺のハッピーニューイヤーでした。ハッピーニューイヤーが、俺のハッピーニューイヤーガチャで終わりました。ありがとうございました。